やかす管制活です。どうも。ただいま神戸三宮におります。南京町ですね。南京町中華街ですね。神戸で、まあ、古着とかスカカジを見てみたいと思います。はい、はい、老正記、うん、豚まんの名店、うん、こちらに来てまずは、腹ごしらえ、うん、合ってる腹ごしらえ腹ごなし腹ごなしどっちだけとりあえず行きます。はい。平日の同じ時間帯でも2時とかですよ今、うん、めちゃ混んでます。並んでますね。一応南京町一人気、うんうん、のお店ですね、うん、さあ間もなくです。はい、ビールはチンタオビールでございます。いいですね。南京町っぽくていいね、うん、いただきます。うめえ。そして老食器、はい、これが名物豚まん。一個一個はそんなに大きくはないんだけどね。ね、ちょうどいいサイズ感。昔20個ぐらいをドカ食いしてちょっと嫌いになったよ、ね、そうだね。はい、リベンジです。食べましょう。あつ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 今の熱い。美味しい。めっちゃ美味しい。でも熱い。さあ食べ終わりましたね。美味しかったね。はい。そしたらじゃあ早速ね、うん、スカカジ、探していきましょうじゃないですか。ここは本当にあんまちゃんと知らんかったけど元町近辺っていうのは古着だったりアメカジのすごいメッカね、うん、調べたら山ほど出てきたよね。山ほど出てくる。で東京でもめっちゃ有名なリアルマッコイズの本店なんかも実はここにあるというところなんで、ね、ちょっと楽しみです ね。はい、行きますよ。はい、はい、はい、このヘッドさん、ちょっとタイニーチューンズのね気になるアイテムがあるんでちょっと入ってみようかな。覗いてみましょう。はい、ステッパーヘッド、うん、すごい良かった。あのキャラモンがねめちゃめちゃ充実してた。ダフィーダックのグッズめっちゃ多かったんですけど、ね、ちょっとまだ最初なんで、うん、一旦保留。はい、はい、あのもしかしたらまた戻ってきて買うかもそうだね。いいでもいい感じ、最先ね、楽しい。はい、次に目指すのはこちら、ナバーダックさん。名前の通りカモのキャラクターの T シャツがあるっぽいんで、うん、それ以外もなんかめっちゃ可愛いよね。いい感じね、ちょっと見てみたいと思います。はい、ラバーダックさん、うん、購入してきました、はい、めちゃくちゃいいのありました。まず一つ目、はい、よいしょ、シャツ、オープンシャツ、めっちゃ可愛いね。このなんか何でしょう、アバンギャルドな柄とピンク色、うん、この組み合わせが最高最高。まだ持ってないあのテイストだったんで、そうね、買いました。次が続きましてはい、T シャツかわいい。これはダフィーダックでしょ。ダフィーダックT シャツ。これはバックプリントで、うん、表面は、こんな感じ、シンプルだね。でも白なんでね、白 T は今頑張って集めてるんで、うん、汚さないように気をつけて使いたいと思います布の雰囲気もいいよね、うん、柔らかくてね、すごくいいんで、うん、シルクのような肌触りね。そして気づきますか皆さん、僕の変化に気づきますか。どこでしょうか。
はい、ゴジラ、はい、死んだヒルちゃんネックレス最高でしょう。よく見たらダックの D がバッテンされて F になってると、これはもう我々のためのやつでしょう。なのか、死んでるぞでも最高、めっちゃいい。このお店のオリジナル商品で、うん、ここしか売ってませんから、めちゃめちゃ貴重ですよはい、はい、最高です。この3点以上3点、うん、購入させていただきました。いや嬉しいね、ありがとうございました。はい、はい、次がフレアーさんという、うん、結構この辺のエリアではかなり有名なお店だそうです。うん、僕らは全然知らないです、全部ネットの情報ですね良さげな雰囲気やな。見てみましょうか。見てみましょう。はい、フレアさん買ってきました。はい、一着買ってきました。こちらです。うん、アンフォーギブン T シャツ。クリント・イーストウッドの放題だと許されざるもの。うん、まあ、なんでしょう。ウエスタン映画の名作中の名作ですね。これの、まあ、シンプルな白 T。かっこいいね。ここはもうクリント・イーストウッドが大好きなの、はい、クリント・イーストウッドを名乗ってる、マイケル・ジェイ・フォックスも好きなのなのでこれはちょっと買っちゃいました。いいですな。非常にかなり大きいサイズ、 XL サイズなんで、うん、まあ1枚で着ていこうかなと思っております、うん、はい、はい、じゃあ次行きましょう。行きましょう。不気味な雑居ビルこちらも有名な古着屋さんだそうなので、勇気を持って見ていますすごい雰囲気。あ、ちなみにこの昭和モダンパッケージとかも古着売ってます。あ、そうなんだ。この検証ビルっていうのは結構有名なビルらしいです。すげえ。ちょっと巡ってみようか。行ってみましょう。アクセサリー買っちゃいました。アクセサリーどーん。じゃーん、めっちゃかっこよくない？めっちゃ相性抜群だ、うん、すごい こっちに負けない個性的なデザインで、うん、あのスカイツリーの鉄骨のね、鉄骨の部分のデザインがモチーフになってるそうです。あ、嬉しい。めちゃくちゃね、いや単体もいいんだけど、こう組み合わせた時のね、ね、バランスが最高に良かった。いやー、いいですね。どんどん派手になっていきます。いいですねはい、タラゴコロタスさん、すごいお上品で個性的なお洋服が結構海外のエルメスとかそういうようなブランドのヴィンテージも置いてあったりして、めちゃくちゃ良かったです。あ、イケてる女子が着るとめっちゃええやろなみたいなやつめっちゃあった。で、このポコチョン女子、私は似合わへん、まあ、とりあえずアクセサリーでやりましたよ、はい、いい。はい、同じビルの2階に入っていた、うん、201太郎さん、うん、で T シャツ1着買いました、はい、こちらかっこいいですね。ミリタリー T シャツ、うん、このね、で表面こちらだ、胸ワンポイント、うん、このドクロに骸骨ドクロに骸骨ドクロに蛇が抜けてるやつはスカジャンでもねよくある柄よね、よく見るからなんで、そこに惚れて買いました。いかつくてかわいいっすよ。131ファイタースカッドロン飛行小隊みたいなやつかなかな、うん、めっちゃかっこいいね。 T シャツハマっちゃうね。いいね。はい、続きましてはサーカ神戸、うん、こういうここもなんか有名なお店らしく、うん、ザクベルですけどね、うん、こちら3階にあるそうなんで行ってみたいと思います。はい、買っちゃいましたよ。またブレスレット、マージャンパイブレス、めっちゃいい。なかなかの重量感でちょっとねチープな感じが結構いいでしょう。でもこのグリーンが要はここのグリーンとリンクするし、指輪もね、左手の指輪なんかはちょっとブルーが入ってるの、うん、ここもリンクするし、そうどんどん腕が派手になっていきますね。強そうですね。うん、今も中華ブームにぴったりな、こんな見たことない、ね、最高、素敵です。もう1枚買いました、 T シャツ、はい、
はい。読んで。That's all folks. That's all folks. That's all folks. 日本語訳するとこれでおしまい。これでおしまいです。めちゃめちゃと思ってるけど、愛しのポーキーちゃんの T シャツ。これはめちゃくちゃいい。これサイズ感もぴったりなんですよ。どっちがどっちかわかる？わからへん。ポーキーがポーキー着てる状態になる。これ実はなんかね、ネットとかで見てて欲しかったやつ。そうそう、ちょっと狙ってて。あ、でもないやろうなって言ったらあったわ。まさかの出会いだと思って買いました。イエーイ、最高。はい、次トロワさん。トロワさん、こういう古着屋さんを紹介しているサイトで特におすすめと書いてあったのでおすすめ、僕らもおすすめしたいと思います。はい、行きましょう。はい、トロワさんめっちゃ良かった。よかった。また中国系のアイテムゲットしちゃいました。はい。こちらドラゴンポートのレース。めっちゃかっこよくない？これかっこよすぎる。ちゃんとレースとかいうのレーシングと。もう一個が。はい。龍の刺繍入りのチャイナ服です。カンフースーツだな、あれはどっちかっていうとすごいでしょ、この柄。生地もね、シルクの若干透ける感じで女性的な雰囲気もあるんですよ、うん、めっちゃいいです、これは。めっちゃいい。やったー、イエーイ、イエーイ。はい、神戸ラスト、こちらのお店ハバタッシェリー。ここのなんか雑居ビルなんだな、なんか面白い雰囲気だよね。よし、行ってみよう。行きましょう。はい、買ってまいりました。買ってまいりましたよ、浜田シェリーさん。買ったのはこちら、ダーン、US ネイビーリング。かっこいい。最高じゃない。めっちゃ個性的なデザインよな、うん、こんなんないよな。結構重いし右手がブーンってなる振ると、いや手が派手になってきましたね。なってきましたね。でも、でもあれでしょ、俺だけじゃないでしょそうだね。はい、こちら私もじゃあ、あの抹茶みたいな色のリング買っちゃいました。ちょっと逆光やからもうちょっと明るく見せようか。はい、じゃん、これじゃん、ほら、これいい色、 USA、 メイドイン USA、 いいでしょう。意外とこの今つけてるアクセサリー類との相性もいい。うん、全体のバランスがめっちゃいいけど、ね、めっちゃつけてんな。めっちゃつけてる、バカ見て1、2、3、4、5、6、7、8、9。この間までこの1個ぐらいあったのに、さらにこの胸元10すごいね、浮かれポンチですよ。やばいっす。でも夏はね、こう T シャツなんでこんぐらいつけてもいいでしょう。いいでしょう、うん。いや、いいのに出会っちゃうんですよ、神戸。浜田シェリーさんは、いわゆるネットのお店とかもやってないらしくて、はい、あ、そういう本当に今来て初めて出会う、そういうのを大事にしていらっしゃるお店なんで、ね、ぜひね、一回みんな来てみてください。すごいっす、ね、ワクワクする店内やな。ワクワクします、やばいっす。はい、じゃあ、一旦そんな感じで、はい、今日の古着屋巡りは終了。終了。ちょっとご飯食べに行こうか。そうだね、お腹すいた。ラストはいい、パンパン、はい、はい、ポークカツレツウィンク、ハンバーグ、洋食ですな。終わりです。